Hey guys, thanks for checking out Chris's room. 今週はね、自信がつく人、自信を持っている人の考え。マジこれね、でっかいんだよ。これを理解する、この考えを自分の人生に取り組むことができたら、間違いなく自信がめちゃくちゃつくので、ぜひね、今週も最後まで見ていただければ幸いです。Alright. どうだった？先週の考え、ね、自分が考えていること、自分の感情、自分が怯えてるか、自分が、ね、いい感情にいるかによって、自分が選択する行動が変わってくるよね。自分が誰かに話す時の内容も変わってくる。本当に相手のことを考えて話していくと、相手も喜んで、この相手がなんかいいことを出してくれる、ね、それでその行動のおかげで自分の人生がいい方にスパイラルしていくよって。だからどんなにムカついても、どんな嫌なやつがいても、仕事で変なことがあっても、愛を選んでいくっていうのは超難しいんだけど、いいことなんだよっていうお話でした。で、ね、今週は自信がつく方法、ね、今ちょっとあの愛と自信っていうプログラム、8週間のトレーニングコース、もう本当にね、メンタルトレーニングのプログラムなんですけれども、ちょっと制作していて、ちょっとね、自信について触っているので、一つ今日はね、どうやって自信がついていくのかっていうのも説明して、今日の本番に入っていきたいと思います。はい、ね、面白いのよ。人生生きてると問題って出てくるよね。ね、例えば恋人同士の恋愛問題とかかもしれないし、会社の問題かもしれない、ね、仕事の問題かもしれない、お金がない、ね、お金の使い方についての問題かもしれない、ね、健康についての問題も出てくるんだよね。で、人生問題が出てくるでしょ。この問題が自分を進む場所、自分がチャレンジしていく場所だって考えることができると、人生がものすごく変わってくると思うんだよね。まあ、これはゲリー・ズーカブっていう人が書いた The Seed of the Soul、 Heart of the Soul っていう本もあって、あのオプラって知ってる、海外の有名なあのテレビの女性の素晴らしい人なんだけど、彼女のメンターの一人でもあるんだよね。で、彼が言っているのは、人生を、ね、ちょっと視点を変えて人生を見るとき、人生学校、ライフスクールって見てみたらっていう考えなんだよ。どういうことかっていうと、自分が学ばないといけない課題が人生に現れてくる。で、そこを本当に受け入れてチャレンジして進んでいく、でマスターしていくと、結構自分のレベルが上がっていくっていうことなんだよね。まあ、簡単にこれがどうやって自信につながるかっていうと、自信ってどうやってつくと思う？自信っていうのは、自分ができないなとか、これ難しいなとか、ね、そういうチャレンジが来た時に、いやできるよって思って、それで行動をするじゃん。で、その行動をとって結果がうまくいったら、その結果を見て、あ、できた。で、それができるにつながるよね。ある意味、ね、自分の行動の結果を見て、いろんなことをこなせてると、僕はできる人っていう自信がつくんだよね。だから最初自信をつけたいんだったら、自信がついてるふりして行動をしろってよく言われてるよね。で、そうすると自信がついたふりの行動を取ると、その結果がになるっていう話なんだよ。まあ、ちょっとそれは置いといて、でもね、本当に例えば人生にね、お金の問題とか仕事の問題とか出てくるじゃん。それを逃げるか、チャレンジとして受け取るかっていうことなんだよね。で、僕ね、本当にこれ20代誰か教えてくれたらすっごい助かったね、本当に10代でも誰か教えてくれたらめっちゃ助かったと思うんだけど、それはね、人生で出てくる悩み、問題は本気になればよ、本気になればほぼ6ヶ月から1年間本気に考えて、そのために毎日行動、そのために毎週のプランニングでどうやるかっていうのを考えて実際に入れてたら、だいたいタックルして直せることなんだよ。まあ、例えば仕事の問題、ね、本気にも仕事が大嫌いで辛いってなったら、これ本気になれば3ヶ月から6ヶ月で、ね、仕事変えていい仕事に変えることってできるんだよ。
でそれでちょっとずつ良くしていくとか、ね、健康とか、ね、本当にもうこれ以上ダメだよ健康にならないといけないって言ったらタバコでもやめられるじゃん、ね、でダイエットとか、ね、ジムに行くとか、で本当に実際に自分の体を3ヶ月から6ヶ月の間で変えることができるんだよね。でお金についての不安とか、ね、普通の人はこれ治らないって思ってるのが多分常識になってると思うんだけど、実際にはそうじゃないんだよ。お金についても学べるんだよ。出してるお金の方が多いんだよね。で仕事とも関係ある。で本気になったら本とかいっぱいあるわけよ。ただ単にネットで調べるとか、ね、本屋さんに行くとか専門家に話すとか、本当に、ね、このカップルのカウンセリングとかコミュニケーションアドバイザーのクラスに行くとか、実際にいろんな悩み、いろんなプラブンは自分だけに来ないんだよね。他の人にもこういう問題は来てて、その問題をチャレンジを超えた人たちがいて、そういう人たちは本を出したりとかネットで書いたりとかブログにしたり YouTube にしたりとかしてるわけなんだよ。でここが自信と関係あるポイントね。もし自分の人生にやっべえでかみたいな問題が来るじゃん、その問題をいや僕はこれは直せないよって諦めて、またはもう怖すぎて逃げちゃってたら、それはどのように自信とつながるのかっていうことなんだよね。問題が来てそれから逃げるでしょ、するとどうなるかっていうと、問題は解決できないって思って問題を解決できないっていう行動を取るんですよ。でその行動を取ると問題が解決できない状態になってるんだよ。でそれをまた自分で見るでしょ、その結果を。するとその問題は解決されないっていうのがリアルだっていう、そのアイディアが自分の脳の中にまた入ってくるんだよ。 That idea is reinforced。 最初のできないっていうアイディアが結果になって、それを見てまたそれが本当だって思うんだよね。で今度別の問題、実は解決できるかもしれないような問題が入ってきても、前とか前の前とか前の前の前ってできなかったっていうのがあったから、これもできないってなるんだよね。ですると自信に関係してくるわけよ。僕にはこういう問題を解決できない人なんだ、ね、例えば人とのコミュニケーションかもしれない。人とのコミュニケーションって本気になったら解決できるよ。ほぼの人生の問題って解決できるよ、まあ、正直言ってでね、本当に戦争の中とか、ね、でそういう本当にもうエキストリームの場合は本当に僕分からないんだよね。でも普通の、まあ、今日本で暮らしている普通の社会の、ね、問題とかだったら解決できると僕は本当に思うんだよね。だから問題を解決できない、問題を解決しないで生きていくっていうのは本当に自分の自信がなくなってくるような結果の世界を作っちゃうんだよね。で、ここがポイントなんだけど、僕が信じるのは人生には自分が解決できない問題は出てこないと思うの。その問題が出てきてやっべえと思ってビビっちゃって逃げる、解決できないって勘違いしている。本当はできるんだよ。やっぱりそれはね、ちょっと勇気とかが必要になってくると思う。 Alright、 問題は絶対現れること、もう大丈夫、愛が真実なんだよ。で、君はこの問題を解決することができる、まあ、ちょっと怖いかもしれない、ね、でもその中に逃げないで、ね、できれば今すぐキャーって飛び込んでねファイトしてもらいたいんだけど、とりあえずこの解決できる方法はあるかもよ。もし解決できたら、もし自分が問題が出るたびに3ヶ月とか6ヶ月でそれを解決できて、ね、マスターできたらどんな人生のマスターになれる。問題ができたら、あ、これは俺が学ぶことだって解決して、すっごい自分のレベルが上がってきて、まさにスーパーマンになるよね。面白いよな、なんかちょっとジェダイトレーニングみたいな感じなんだけど。 Alright、Well, thank you so much for checking out this video. いつもね、コメント本当にありがとう。もうコメントを見るたびに僕幸せになります。なんかね、こういうビデオが見たいなとか質問があったら、ぜひ下のコメントに入れていただければ幸いです。
Alright! それではまた来週お会いすることを楽しみにしています。I hope you guys have a wonderful week! Alright! I love you guys! じゃあねー!